阿弥陀経には真実が説かれています。それはどこかというと、阿弥陀如来のお名前の意味を説かれているところです。阿弥陀如来の阿弥陀というのは、限りがないとか無限という意味なので、阿弥陀如来というのは、限りがない仏ということです。では、 阿弥陀如来はなぜ阿弥陀如来と言われるのかというと、お釈迦様は二つの理由を挙げられています。まず一つ目は、かの仏の巧明は無料にして、十方の国を照らすに正下するところなし、このゆえに合して阿弥陀となすというところです。 そして二つ目は、かの仏の寿命及びその人民も、無料無変阿生義行なり、軽がゆえに阿弥陀と名付くというところです。それぞれどういうことかというと、まず一つ目の、かの仏の光明は無料にして、十方の国を照らすに生下するところなし。 この故に合して阿弥陀となすというのは、かの仏というのは阿弥陀如来のことなので、これは阿弥陀如来の光明は限りがない。実法世界を照らすのに妨げるものがない。大宇宙をくまなく照らしている。だから阿弥陀如来というのだということです。 阿弥陀如来は、光明に限りがない、光明無料の仏だから、阿弥陀如来と言われるのだ、とお釈迦様は教えられています。次に二つ目の、かの仏の寿命及びその人民も、無料無辺阿僧祇行なり、軽がゆえに阿弥陀と名付くというのは、 阿弥陀如来とその浄土の人々の寿命には限りがない。だから阿弥陀如来というのだということです。阿弥陀如来は寿命にも限りがない。寿命無料の仏だから阿弥陀如来と言われるのだとお釈迦様は教えられています。この限りないお力と 限りない命を持たれた仏様だから、阿弥陀如来と言われるのだと教えられているんです。光明というのは仏様のお力のことです。阿弥陀如来は光明無料の仏様なので、阿弥陀如来のお力には限りがないと、お釈迦様は教えられているんです。 阿弥陀如来のことを無料呪物とも言いますが、お釈迦様は阿弥陀如来のお力を大無料呪教というお経にこう説かれています。無料呪物の偉人孔明は再尊第一にして諸仏の孔明の及ぶことをあたわざるところなり、この 偉人孔明というのは、素晴らしいお力ということです。阿弥陀如来の素晴らしいお力は、最も尊いこと第一で、他の仏方が足元にも及ばない、ずば抜けたお力があるのだ。阿弥陀如来には、大宇宙のすべての仏が、 そうがかりになっても及ばない、限りないお力があるのだ、と教えられています。私たちは、どんなに科学が進歩しても、どれだけ経済が発展してお金があっても、不安はなくならず、満たされない虚しい心を抱えて苦しんでいます。どんなに 欲しいものを手に入れても、やりたいことをやっても、心からの安心も満足もありません。それはなぜかというと、私たちは自覚はありませんが、暗い心を抱えているからだと教えられています。その暗い心が私たちが幸せになれない、 苦しみ迷いの根源なんです。この暗い心さえなくすことができれば、永遠に変わらない幸せになれるんですが、その心は限りなく暗いので、この暗い心を明るい心にできるのは、阿弥陀如来の限りない巧妙だけなんです。 この暗い心が苦しみ迷いの根源ですから苦しみ迷いの根源を断ち切ることができるのは巧妙無料の阿弥陀如来だけですそして生まれ変わり死に変わり限りなく生じ生じを繰り返して迷いの旅を続けている私たちに 永遠に死ぬことのない、限りない命を与えるには、命に限りのある仏様ではできません。私たちを未来永遠の幸せにする力があるのは、寿命無料の阿弥陀如来だけなんです。それでお釈迦様は、巧妙無料、 寿命無料の阿弥陀如来に苦しみ迷いの根源を断ち切ってもらいなさいと勧められているんです。では、どうすれば苦しみ迷いの根源を断ち切られて変わらない幸せになれるのかについて詳しくはビデオの下のリンクからご覧ください。